日暮らしの泣く頃に水、綿流しを最後までお楽しみいただき、誠にありがとうございました。今度のシナリオはいかがだったでしょうか。ちょっぴりでもお楽しみいただければ幸いです。ちょっぴりも何も、また、大体バッドエンドですわ。プンプンでございますことよ。プンプンなのです。いやーみんなお疲れー。まあその何、終わり方こそあれだったけど、今回のシナリオは事実上未音編みたいなもんだったんじゃない？私大活躍で大満足、にゃはははは。あんなの大活躍とは言いませんですわ。私もリカも殺されちゃったですのよ。しかもサトコはただのとばっちりなのですよ。あんな死に方嫌なのですな。ほら泣かないで。みーちゃんメインのお話だったように、サトコちゃんメインのお話もあるんだから、今から楽しみだね。きっとサトコがひどい目にあってじわりじわりといたぶり回される話に違いないね。そんなの嫌。みーちゃん、悪ふざけが過ぎるとレナもちょっとだけ怒るよ。みーがぺったんこなのです。なでなでしたくても頭がわからないのです。あ、膨らんできましたわ。無節操な体ですのね。やあみんな、お疲れさ。また遅れて申し訳ありませんね。富武さんに大石さん、どうもお疲れ様でした。あれ、高野さんとしーちゃんはまだですか？もちろん来てますよ。今日はお招きいただきありがとうございますね。ここ座ってもいい？ええ、どうぞですわよ。これだけ一堂に集まると圧巻ね。どうかお手柔らかに。じゃあ始めても大丈夫かな。これで全員かな。圭一を除けば全員なのです。ってことは前原さんは相変わらず収録が終わってなくて、早々に次回シナリオの台本読みなんですか？気の毒な話ね。私たちだけで盛り上がっちゃ悪い気がするわ。高野さん、そんなの気にしなくていいんですよ。こういう時は思いっきり盛り上がった方がかえって気を使わせないもんなんです。それもそうですわね。せっかくこれだけ集まったのにお通夜じゃつまらないですわ。じゃあ圭一君には悪いけど僕たちでやらせてもらおうか。どうなれば決まりだね。じゃあみんなコップコップ。炭酸が嫌いな人いる？大人の皆さんにはアルコールもありますよ。リカちゃんは何を飲む？ブドウジュース？オレンジジュース？同じ泡麦茶がいいのです。こーら、リカちゃんもお酒はダメ。みんなコップ持ちましたですの。早く乾杯しないとジュースがぬるくなってしまいますわ。おねえ、温度は誰が取るの？レナでいいでしょ。
じゃあレナよろしく。ではゴン、みんな綿流し終了、お疲れ様でした。お疲れ様でした。じゃあみんな揃ったんだしね。また今回のシナリオを議論してみないかい？そうですね。じゃあ自由意見でいきましょうか。誰か意見のある人はいますか？意見も何も、今回のシナリオで謎は全て解けたのではありませんこと？犯人はミオンさん。諸悪の根源は全部そのザキ家。それで決着でございませんの？そうだね。みーちゃんは犯人じゃないって信じてたんだけどな。大穴ですよ。こんなのは前回の鬼隠しから十分予想できたことじゃないですか。むしろ予想通りすぎて呆れちゃうくらいですよ。そうですね。前回のシナリオをプレイされた方の予想の大多数と合致するんじゃないでしょうかね。みんなの期待通りの展開になったみたいなのです。じゃあこれで日暮らしの泣く頃にスイのメインシナリオはほとんど終わりなのかな。すべての元凶はみーちゃんの園崎家で決まり。そうかしら。私はむしろこれで園崎家犯人説はなくなったと思ってるくらいだけれど。あ、高野さんと意見が合いましたね。私も同じ意見。私はたたりなんか信じないけど、でも少なくとも園崎家が真犯人である確率は薄くなったと思ってるね。え、どうしてなの？だってみーちゃんがみんなを殺したって自供したじゃない。そうですわ。私とリカを殺しておいて今さら犯人じゃないなんてどういう意味なんですの？別に煙に巻くつもりはないよ。たださ、私ミオンが全ての犯人だとするにはいろいろと無理が多いんだよ。ちょっと考えればすぐわかるよ。僕は園崎家犯人説の近からず遠からずに真相があると確信してるんだけど、ぜひミオンちゃんの説が聞きたいね。ではご拝聴。ラストで私がさ、過去の事件に自分は全て関与しているって白状するでしょ。あそこで感じた大きな違和感が根拠かな。だって考えてみなよ。過去の事件が園崎家の起こしたものならすごいことだよ。だってどれもほぼ完全犯罪でしょ。園崎家以外の犯人や事故で決着するという究極の犯罪だもの。そりゃそうでしょう。だって大きな力を持つ園崎家が暗躍してるんだもの。完全犯罪なんてお茶の子さいさいでしょ。そこそこ、そこが違和感なんだよ。過去4年間園崎本家の気配を全く感じさせずにあれだけ上手に人を殺したり消したりしてきたんだよ。そこへ行くと5年目の事件はすごくチープなんだよ。手当たり次第に片っ端から消して殺して、しかも園崎家とのつながりは簡単にカンパできちゃうしさ。そう言われてみればそうだね。過去の事件はたたりとも犯罪ともつかない不思議な連続事件だったけど、今回の5年目の事件だけはすごく乱暴だったもんね。何を言ってるのかよくわかりませんわ。リカにはわかります？つまり園崎家が本当に犯人なら5年目の事件も
もっともっと上手にやったと言っているのですよ。じゃあつまり何ですの？私とリカを殺したのはミオンさんではなく、ミオンさんに取り付いた鬼の仕業だったってことですの？ほらほら、やっぱり前回の私の予想通り、ミオンさんは悪い人じゃなかったのですわ。そうそう、レナもサトコちゃんも何かが取り付いて悪いことをしてるって意見だったもんね。じゃあやっぱり私たちの説は正しかったのかな。私も前回から引き続きたたり説ですが、今回のシナリオでさらに確信を深めましたよ。ラストのラストで私が明かす、目撃されていたにもかかわらずその数日前に死んでいたという高野さんやミオンさんの情報はまさにそれを裏付けると思います。あらあら、前回は弱かったたたり派が今回は随分強気ね。人間犯人説の皆さんには反論はないのかしら？前回人間犯人説だったのは確かみーちゃんにリカちゃん、それから富武さんでしたよね。では張り切って反論をお願いします。参ったな、うまい言葉が思いつかないな。たたり派の根拠の一つが合わない死亡時刻なんですよね。じゃあそのトリックを崩せれば人間犯人説は立証できるわけですね。お、シオンには何かいい反論があるの？まあ一応。でも私、人間犯人説ではお姉と同じ意見ですけど、園崎家が主犯だと思ってる点ではお姉とは違いますよ。それでもよければ反論してみせますけど。何でも結構ですわ。これがたたりじゃないというなら、その証拠を示してごらんなさいませ。じゃあシオンちゃん、さっきから話題になってるラストのトリック、ミオンちゃんは事件当日に井戸に落ちて死んでいたにもかかわらず数日後に現れて圭一君とあなたを殺したのはどうやってなのかしら？ズバリ、園崎姉妹共犯説です。理由は簡単。だってお姉はあの時点でもう死んでるんですから、ケイちゃんを刺せるのは私しかいないんです。私がお姉の変装してケイちゃんを刺す、そして実質へ戻り幽霊との取っ組み合いの狂言をして飛び降り自殺。強いて言えばこの場合のミオンちゃんは泥をかぶる役だね。村長さんたちに直接手を下し、シオンちゃんはただの被害者の形にする。そして井戸の中に姿を隠していれば、変装したシオンちゃんが神出鬼没にいくらでも殺人を犯せるって寸法さ。なるほどね。だとするとミオンさんにとっての誤算は2つ。死体が見つかってしまったことと、隠れているだけのつもりが死んでしまったことってことになるわけですね。あれれれ、確かになんとなく辻褄が合うような。でもやっぱり納得できないでしょう。過去の完全犯罪の華麗さと違いすぎるもの。その計画たとえうまくいってもミオンは悪役でしょ。一生隠れて、あるいはシオンのふりをしたりして生きていかなきゃならないんでしょ。窮屈すぎ。こんなの完全犯罪とは言わないって。つまり死ぬにせよ消えるにせよ、ミーはいなくなってしまうわけなのです。リカちゃま、それいい意見。つまり園崎ミオンが表舞台からいなくなるのは彼女らのシナリオの一部だと思うわけです。だからラストでミオンはポンポンと過去の事件の罪をかぶるんですよ。全部の事件の責任を一身に引き受けて退場。そうすることで過去の事件の真犯人を隠蔽できる。
つまり今年の事件はチープなんかじゃなく、過去の事件を丸ごと完全犯罪にするための締めくくりの事件、そういう位置づけになるのかな。一番疑われてる園崎家の若き当主が全てを自白して失踪、彼女もしくは園崎家以外の真犯人にとってこれほど美味しい結末はないってことになるのかしらね。話が全然わかりませんのよ。ミオさんが罪を被るってどういう意味ですの？犯人なんじゃないんですの？つまりね、連続開始事件の真犯人が別にいるの。その人を守るためにみーちゃんが過去の事件も全て自分が起こしたと嘘の告白をしたってみんなは言ってるの。これはこれは劇中のセリフになりますが、とんだ名探偵さんがいたもんです。確かにちょっと説得力を感じますよ。真の犯人をごまかすために起こした事件、それが私の推理。さらに言えば、その真の犯人は園崎家以外の存在だと思ってるんだけどね。4年連続で完全犯罪に成功した謎の人物をさらに守るために、ミオンちゃんが起こした捜査撹乱の事件ということかしら。そういうことです。鬼隠しのシナリオで名前だけ登場した監督ってのがかなり怪しいかな。すごいです。実に辻褄が合いますのですよ。私はそれでも園崎家プラス姉妹が犯人だと思ってますけどね。御三家による古いしがらみを断ち切るために姉妹が起こした過去の清算のための事件、それが私の推理です。過去の清算ってのはつまり暗躍の歴史に終止符を打つため、御三家の罪を最後の当主のミオンが全てかぶり、姉妹揃って退場したってことだね。そういうことです。私たち姉妹が悩みに悩み抜いた末に選んだ悲しい物語だったというわけです。できすぎですね。すごいです。実に辻褄が合いますですよ。あれあれ、なんだかリカちゃんにも意見がありそうだね。リカちゃんもどうぞ。では皆さんに質問なのです。ケイチはどうして刺されなければいけないのですか？リカ、そんなのは決まってますわよ。入っちゃいけない細具店に勝手に入ったからに決まってますわ。こうして思い返すと、他のシナリオでも死んだ富武さんと高野さんの死もきっと細具店に忍び込んだせいってことなんでしょうな。あ、ありゃ？おかしなことになってきたわね。お？おかしなことって何がですか？あ、レナさん、そうですわ。思い出してくださいませ。そうなのです。例えば鬼隠しのシナリオでは、ケイチは細具殿には忍び込んでいないのに命を狙われているのです。それはきっと、ほら、ひなみざわはよそ者を嫌うんだろ。だからケイチ君も命を狙われたんだよ。それはおかしいでしょう。だったらケイちゃんの両親だって襲われていいはず。どう見ても両親に危機が迫っていたようには見えないね。今回だけでなく他のシナリオでも。さあさあ、人間犯人説の皆様方、圭一さんが狙われる理由がちゃんと説明できませんと
人間が犯人とは立証できませんでしたよ。でもたたり説だとしても、やはり前原さんが前回も今回も襲われる理由が分かりませんけどね。もう一息で解明できそうだったけど、やっぱり謎はたくさん残ってるみたいだね。圭一君以外の人の死には何かしら理由が見つけられるんだけど、圭一君だけなぜかいつも曖昧。鬼隠しでもたらい回しでも、そして今回の綿流しでも、西宮殿に踏み入るのとは無関係に狙われてる。では今回だけではなく、他のシナリオでも殺されるようなことをしちゃってるんじゃありませんこと？あ、なるほど。他のシナリオと今回の前原さんの行動に共通項が見つけられれば、それが全体の事件の謎を解く鍵になりそうですね。ざっとシナリオを読み比べたけど、圭一君なりに日々を送ってると思うよ。西宮殿の一件さえ除けば、圭一君の日々の暮らしに不審な点は見当たらないけどな。圭一君、今回と他のシナリオの時に何をやったのかな。殺されるような悪いこと。迷った時には本人に聞いてみるのが一番なのですよ。ほほう、俺が一人寂しく次回の台本読みをしている間に、みんなはそういう話題で盛り上がっていたわけか。ほう。というわけなの。だからね、圭一君の自分の胸に聞いてみてほしいんだけど。圭ちゃん、殺されるようなどんな悪いことをやったわけ？私にいつも働いている狼藉のせいに違いないですわ。僕に時々危ない視線を向けて妄想に浸っている顔は、まさに犯罪者そのものなのです。そうそう、年頃の女の子たちに囲まれて毎日幸せってのがそもそもの罪のような気がするな。なっはっはっは。それは確かに重罪ですね。前原さん、実に羨ましい主人公役ですよ。たまには変わってください。まあ確かに、あれだけ役得がいろいろあれば、最後にちょっと刺されるくらいお安い御用よね。というわけで圭一さん、あなたの犯した罪を思い出しまして。うわー、今回も他のシナリオでも清く正しく生きてる俺がいつもラストはひどい目に。その上さらに自分の胸に聞いてみろだと。聞きたいのは俺の方だぞ。これは何かの謀略だ。かわいそかわいそです。今度頭をなでなでしてあげますですよ。今回のシナリオを読んだ上で改めて鬼隠しを読むべきかな。私はミオンの立場になって綿流しを読み返してみるよ。ケイちゃんの立場で読んだ時とは違う発見があるかもね。私は鬼の仕業だとずっと思ってますのよ。すべての現象とトリックはすべて鬼で説明がつきますのよ。なんだかプラズマみたいなのです。プレイしてくださった皆さんはどうお感じになりましたか？ぜひ先に進む前にいろいろと推理してみてくださいね。まだまだ先は長いですけど頑張ってくださいね。それでは引き続き、日暮らしの泣く頃に推移をお楽しみください。